様方のおかげをもちまして菊川春吉この度二代目春太郎襲名と相なりましてございます。おやすまりや福御礼を申し上げまする。まだ大丈夫で、これがネズミの桁渡り。代わっては義経は八相取り連続で、はい、それ足元にお気をつけよ。どけどけどけ、この野郎、あれを、ああ助かったよ。俺の客からすり寄って、え、取り物の手間賃を。逃げですか、こんな真っ昼間から。お染め姉さん、春太郎がもらった祝いの品、売りに行くの。これ売るって。神田にね、剣山屋ってのがある。剣山屋、暇なら押してよ。はい、これ入ったところだ。おお、気をつけろ気をつけろ。よし、着いた着いた。佐野屋、あら誰？いや、ちょっと。おろそ。はい、高く買ってくださいよ。はい。これは日よけか。二種ですな。せめて一部。よし、一部一部。ああ、ちょっとちょっとちょっと何してるんですか。おい、ごめんなさいよ。ああ、こりゃおいでなさいまし。旦那さん、旦那さん。あ、いつぞやは。ちょっとまた品物を見せていただきに。どうぞこちらへ。締めて2両2分と32文ですな。話になんないよ、遠いとこ運んできたんだから。いや、こっちもこれでギリギリなんですよ。えっ、うわっ、剣山屋、献上品の残り物で剣山。なるほど。買い取ったものをね、そのまま売ることもあるし、それにちょいと手を加えてね、売ったりもするらしいよ。お大名や付け届けの多いところなんざ、もらっても始末に困るっていうからね。あ、でもいい飽きないだよね。よく考えたものだな。お姉ちゃん、あ、もう帰っていいよ。あら、そうかい、うん、それじゃあね、うん、あ、いたいた。よっ、二代目。よいしょ、あっ、お、はい、春太郎襲名おめでとう。ありがとうございます。ねえ、春太郎さん、悪かったね。何か剣山や2両2分とちょっとしかなんなかった。それでも売れれば儲けもんだよね。ええ、はい、じゃあこれ。 ありがとう、甚六さん。はい、こちらの女性は
穴の下伸びてますよ。色っぽくて可愛いでしょ。菊川座の座長、小屋内の名前が菊川春之助。辰と申します。千に話した。ほら、ああ、あの巻き割りの。なんだ、そんな風に伝わってるのか。それよりお染ちゃん、あんた探してたのよ。何か。吉川春太郎襲名についちゃ、この子以前巡業先の神社でね、願掛けしたらしいのよ。いつか春太郎の名前を告げますようにって。だろう。それで願いが叶ったんで、お礼参りに行かなきゃいけないんじゃないかと。うん、いい心がけだ。ところがね、この春太郎には披露興行が続くし、次の芸の稽古もあるし、江戸を離れるわけにはいかないときた。ああ、だから誰かに代参してもらわなきゃいけない。そうなのよ。私ダメ。お染姉さんしか頼める人いないんですよ。けど、私だって弟子はいるし、あ、ほら、あやめたちに三味線の稽古してるって約束しちまったし。その大稽古はこの私が受けようよ。え、だってお三味線だって踊りだってあんたに手ほどきしたのこの私だよ。いわば師匠じゃないか。ねえねえ、その神社ってどこにあんのよ。諏訪です。諏訪？信州諏訪の明神様なのよ。諏訪か、いいな。なんなら俺がついてってもよいぞ。私はまだ行くともなんとも。諏訪からなら俺の生まれた阿賀山はその先だ。国を離れて早く5年だ。そういうことならお一人でどうぞ。石見の手の者からの知らせによると、10日前長浜藩の轟浜に死体が3つ打ち上げられた。その2、3日前、岩見はこの時節には稀に見る大しけで、死んだ者たちはその姿形から難破した船の水夫だと思われる。その後今度は海辺を見張っていた手の者が流れ着いた荷駄を見つけた。これもやはり沖合で難破した船の積み荷だと思われる。抜け荷ですな。荷駄の中の品々は異国の連中の珍しがるものばかりです。それらは取引相手への土産だと思われます。うん、打ち上げられたのがここだとすれば、石見の港から出たとは考えられぬ。と申しますと？嵐が近づいているのを知って船は出すまい。北陸一帯では、あるいは松前あたりから西へ向かっていたと見るべきだろう。難破した船の持ち主を突き止める。岩間出羽の方に手配りを。は。気をつけてお帰りよ。はい。抜け荷ってのを知ってるだろう。耳にしたことは。異国との交易は長崎海峡を通してしかできないことになってるんだが、ここのところ海峡に入ってくる品数がめっきり減ってるんだ。運ばれる途中抜き取られて密かにどこかに売られてるってことだな。抜け荷は商人が儲かるだけじゃねえんだよ。幕府の財政が逼迫するし、火薬や武器を蓄えて謀反の恐れもな。それで私にどんなご用で？越前に行ってもらいて。難破した船の持ち主は誰か、そいつを突き止めてもらいたい。そんなことは無理ですよ。ご勘弁願います。こっちにも頼まれた用事がございましてね。諏訪の明神様に代参だって。越前は諏訪を通って行けるかね。私の周りを探ってんですか。
そんなことされたんじゃ気分がよくありませんね。失礼しますよ。富蔵はあの時分越前石見あたりを歩き回って江戸に戻ったんだ。腹が決まったら例の地蔵にこいつを。遅かったな。一緒についてってやるぞ。やると来ましたか。旅は道連れというではないか。どうやって関所通るんです。気にするな。おあいにくでしたね。俺たちに目をつけたのが不運だったな。俺を苦労して。おい、大丈夫か。取り潰しになってな。知ってる。大笠の家来は国を出ざるを得なくなって、こうして諸国をさまよっている。しかし何も追いはぎなど。まことに面目ない。その面目ないはもうやめろ。もし、もしよかったら。ありがたい。どうだ、一緒に。じゃあ遠慮なく。先ほどはご親切に。面目ない。もう分かりました。ああ。ところでお前、仇討ちはどうなった。敵と巡り合うこともなく五年だ。もう仇討ったところで帰るべき国もないぞ。そうだな。しかし藩はどうしてお取り潰しに。あの頃
新田開発で藩内に対立があったことはあったんだ。藩の産物の売り買いについても商人が絡んだ対立があった。どういうわけか、誹謗中傷が飛び交ってな、面倒ない。対立を煽った者がいたのか。一人怪しい商人がおった。商人？その商人が来てから藩内の様子が変わった。対立は深まり、切り合いもあった。面目次第までついには自責家老石倉様の暗殺。そうなればご公儀にも知れる。で、加藤家は断絶、面目丸つぶれだ。おい、その面目はもうやめろ。うん。その商人ってのは何者ですか。おそらく公儀の回し者だな。お取り潰しの直前に何の前触れもなく店を畳んで姿を消したからな。藩内を混乱させてお取り潰しか。面目無念。俺の仇討ちは終わらんな。新十郎、和歌山藩を策謀をもって潰し、友やその家族を離散させた隠密、いや、ひいては幕府こそが俺のこれからの敵だ。大きく出ましたね。本当大きい。これが俺の生きがいってもんだ。生きがい、素晴らしい。それでこそ面目役所っていうもんだ。ですから新十郎の旦那とはここで。ん？私にはもう一箇所行く用事がありまして。どこだ。越前の方へ。越前へは何の用だ。なんだ、どうした。同じくらいの年かなって。何の話だ。越前には兄さんが。ん？火事で二親亡くして、その時に兄さんともはぐれちまって。その兄さんが越前に。そんな人がいるって噂を耳にしたもんですから。分かった、ついてってやる。え？俺がいるといろいろ助かるぞ。黙ってついてきなさい。信濃和歌山藩士石室与五郎実弟石室新十郎。なるほど、兄子の仇討ちか。国を出でしより早5年、旧敵を求めて諸国を変遷せしところ、この度越前にその影ありとの朗報、急ぎ北陸寺を下るところでござる。それは関心なる振る舞い。いやー、ご苦労ご苦労。本願成就をお祈り申し上げるぞ。は、うん、うん、うん、次。ちょっと待たれ。先ほどの所長。
この書状には女のことは記してはおらんが。これは昨年江戸にてめとった妻、愚妻でござる。愚妻か。染めと申しまする。なかなかの美形じゃの。しかしながら阿賀山藩はすでになく、よって過失訂正のすべもなく、かと申してこの病弱なる妻を一人。病弱？そのようには見えんが。妻は胸を病んでおりまして。この病弱なる妻を一人江戸に残しての仇討ちの旅は甚だ心もとなく。それで無理を承知の妙と旅と申すんだな。通らねえ。すまんな。気をつけろ。止め、しっかりしろ。流行り病か。妻だなんて。誰が具材だい。今日はこの辺りの旅籠にするか。ああ、そうなさいまし。ん？私は一人で動きますんで。おい、お、おい！なんだ、置いてきぼりかよ。よーい、はっ！おそみちゃん、嫌に帰りが遅いんじゃない？そうですね。なんだね、おそみちゃんが江戸にいないってだけでなんだか寂しいもんだね。本当だ。おたっさん、本当は寂しくないでしょ。だっておたっさんには、あれ、今日顔見せないんですか、旦那。この船に餌さ。俺たちこれからどこへ？ここは蔵ですからね。今夜のねぐらにご案内するんですよ。朝も。ねぐらもねぐら、仏のねぐらですよ。旦那。仏よ。あ、物取りじゃねえな。殺されたのは別の場所のようです。血の跡はありません。喧嘩とも違うな、こりゃ。殺したやつは狙いすまして、人たちで急所をついてやがる。バケ、どこいね。おい、こら、こら。新顔だな、おい。よろしく。どこから来たんだ、おい。越中の方から。何か曰くがあるそうだな。亭主が三月も戻ってこんがやっちゃ。なんだ、亭主持ちか。亭主というのは何を？どっかの海鮮問屋の船に乗っとるがですよ。ちょうどあんたらちと同じような。
しかして店主の乗った船が沈んだんやないがか。心配で。わかるよ。わかるよ。この辺りで船がどうかなったいう話聞いとらんが。さあ知らねえな。いい女だな、おい。何ながですか。亭主を探すのはやめた方がいいな。どういうことね。首を突っ込むなということだ。嫌だね。じゃあ仕方ないな。なお前誰だい。お染さんだね。あんたは。江戸に戻るようにとのことつてです。これを立脇様に。ねえねえねえ、お染ちゃん戻ってきたって言うじゃないか。それが諏訪の明神さんのお札を置いたらすぐ出てったよ。もういた。ねえ、お染姉さん帰ってきたんですって。ああ、そうかい。で、どこにいるんですか。ねえ、お侍さん。そんなこと知るか、俺が。ああ、お染姉さんに会いたい。あの子お染ちゃんに首ったけなんですよ。で、ガモイの油売りどうするんですよ。あんなものやな、ちょいといい仕事があってな。ご苦労だったな。苦労して潜り込んだのに、今度は戻れですか。江戸で人殺しがあった。殺されたのは男二人。身なりや肌の日焼け具合から船に乗っていた水夫だろうと南の同心笹原弥平もそう判断したようだ。俺はこの二人はこの間難破した船の水夫で江戸にいる船主を頼ってきて口封じに殺されたと踏んでる。船主が江戸に。だから江戸でも探れると思って引き上げてもらった。なるほど。越前でこれをあなたに渡してくれと。それは？岩見の浜辺に打ち上げられた荷駄の中に入っていた品物の一つさ。もしかして落とし物にお気づきじゃなかったかと。何落としたんです。どうしたい。あ、いえ、だけどそれでどうなさいますか。こんな見事な仏様を異国の土産になんて考えた罰当たり。そいつを炙り出してみるさ。お誘
松様が落ちてたってよ。はあ、罰当たりだね。ああ、その罰当たりな落とし主を探してるって。ああ、仏像の持ち主を探してるらしいで。仏像？ああ、この前死人の上がった橋のたもとに落ちてたと書いてあるで。俺が持ち込んだ金の仏像を誰に売ったか教えてもらいたくってね。おお、わけは言えねえが、ぜひにも。どこの誰から買って誰に売ったなんてことは書き残しておりません。覚えてねえかねえ。覚えないようにしてるんです。盗んだ品だろうと何だろうと、売れると思えばこそ買い上げてるだけです。あなたも盗人の足切れなら品物の行方なんぞ知ろうなどと思わないことだ。あんた、ただの商人じゃないな。あなたもただの盗人とは思いませんがね。難破した船の積み荷がお上の手に渡ったって？はい、この前始末した男二人も八丁堀には水夫と知れたようで。ですが旦那様、まだ船主が知れたわけではございませんで。で、その仏像から足がつくってことは？あれは町の剣山屋から買い求めたもの。その時も私がどこの誰かは名乗っておりません。だが、まあ念には念だ。憂いは立った方がいいね。手は打っております、うん、ねえ神郎くん、悪いね。姉ちゃんの食物。あら、お帰りかい。ねえ、ほんとこさ、新十郎旦那のガマの油売り見ないけどどうしたんだろう。あれやめたんだってよ旦那ね。いい用心棒の口めっかったって。へえ、どこの？深川の海鮮丼屋で津田屋。用心棒の方がお似合いだよね。津田屋、津田屋、津
山屋の主だな。お前元は侍だな。いけますよ。剣山屋がなくなっちゃこっちも壊れますからね。知り合いか。ちょっと何やってるんですよ。いや、用心棒の口があってな、世のために人一人切ってくれと。津田屋に。うん。だけどお前さんこそどうしてここ人を切るってこちらを。あ、剣山屋の旦那、このわけ聞きに行かなくちゃなりませんね。私は飽きんど、物騒なことよりそろばんの方がようございます。確か夜桜お染さんですよね。ええ、菊花座での娘道成寺、まるで満開の夜桜のように艶やかでございました。ああいうキザな男は好かん。教えらんない。え、したのでその挨拶に来た。その女、こちらに買い上げてもらいたいもんがありましてね。それはうちの。ああ、それがどうかいたしましたか。ただの手ぬぐいじゃありませんよ。越前津崎って港から金の仏像が車ってきなすったっていうお宝でしてね。それをおいくらで買い取ればよろしいのでございましょうか。そうですね、100や200両じゃ安いかもしれませんよ。なんだって。いや、千両だって安いかもしれねえよ。奥の蔵には面白いもんが山積みになってるぜ。生かして消すんじゃねえよ。Yeah!
店の品をここに。おお、こりゃすごいね。お前さんもただのネズミじゃないね。じゃあ。津田屋がな、抜け荷を白状したよ。そうですか。ナンパした船の持ち主だったことも、水夫殺しもだが。何かお気に召さないようですね。津田屋には長崎会所の役人も踏み込んでね。どこでどうやって掴んだんだか。お前さんもただのネズミじゃないね。じゃあ。まあ、ともかく今度のことでは苦労をかけた。その礼を一言。いいんですよ。父親が殺された訳を知りたかっただけですから。そのうちわかるさと思うがね。どうだい、あちらに席を用意したが。ありがとう存じます。でも今日はこれで。雪の夜桜か。風流だね。見ての通りの食いつめ浪人だ。いずこの大名家の姫君です。マジ変ですか。やはりただの盗人ではないようだな。旦那もただの浪人じゃねえよね。やっ、